ノートオーラは日産自動車が日本国内のみで製造・販売しているハッチバック型の乗用車。E13 型ノートをベースに内外装などの質感を向上させることにより、これまでの国産車には少ないプレミアムコンパクトクラスとして登場。開発は E13 型ノートと同時に進められた。日産自動車の隠し広告や公式サイト上においては単に オーラと呼称される。E13 型ノートの派生車種として開発された。全長は 4045mm で、ノートから普遍だが、全幅をノートからプラス 45mm、全高を X、X4 からプラス 5mm それぞれ拡大した。全幅が 1700mm を超えるため、ノートシリーズでは初の3ナンバー登録となる。ノートより上位に位置することや、 内外装のデザイン、先代ノートとメダリストよりベース車との差が多いことからパルサーやティーダの後継とされることも多い。ベースとなっている E13 型ノート同様、全車 E パワーを搭載するがガソリンエンジン、駆動用モーターともに出力を変更。ノートが最高出力 116PS、最大トルク 280NM のフロントモーターに対し、 最高出力 136PS、最大トルク 300NM のフロントモーターを採用したことで、最高出力は 20PS、最大トルクは 20NM 向上している。外観はヘッドランプについては、ノートより形状がシャープになり、LED 式が標準装備となった。シグネチャー LED ポジションランプにはアクセントを、そしてターンレンズには、 日産車初となるシーケンシャル機能を追加。リアコンビネーションランプは横1文字に点灯する LED 式となった。アルミホイールは17インチにサイズアップして標準化し、切削加工の上に樹脂パーツ加速が施され、軽量化と合成アップの両立が図られた専用デザインとなる。また、国内で販売される日産車では5例目となる新 CI マークを採用。 ボディカラーはノートとラインナップが一部異なり、モノトーンはノートに設定のホワイト、スーパーブラック、ガーネットレッドカラークリアパール、オペラモーブメタリックの4色が設定されない代わりに、ノートではオーテック専用色であるミッドナイトブラックパールやオーラ専用色のステルスグレーパールを追加した9色。2トーンはノートに設定の二種に加え、ガーネットレッドカラークリアパール、 スーパーブラック、ミッドナイトブラックパール、サンライズカッパーメタリック、ノートでは、オーテック専用色となる、ピュアホワイトパール3コートパール、スーパーブラックの3種を加えた5種がそれぞれ設定される。内装では、アームレスト、インストパネル、ドアトリム加色に、ツイード調理物を、インストロアと、コンソールには、木目調フィニッシャーをそれぞれ採用。 フロントドアの IR カットスーパー UV カット断熱グリーンガラスを遮音仕様にするなど、静粛性を高めている。機能面では T33 型ローグで採用済みの12.3インチアドバンスドドライブアシストディスプレイが採用され、二眼メータースタイルのクラシックモードと中央のコンテンツが最大限大きく表示されるエンハンスモードとの表示切り替えが可能となるほか、 日本初となるヘッドレスト内蔵型 BOSE 製スピーカーを搭載し、ワイドレンジドアスピーカーやツイーターと組み合わせた8つのスピーカーと DSP 内蔵アンプで構成された BOSE パーソナルプラスサウンドシステムがメーカーオプションとして設定された。グレード体系は G と G レザーエディションの2グレードが用意され、4WD 社は G4 と G4 レザーエディションとなる。G レザーエディション。 G4 レザーエディションでは、シート値が本側となり、リアセンターアームレストを追加。内装色はブラックに加えて、エアリーグレーの選択が可能となる。ノート同様に、オーテックジャパン扱いの助手席回転シートも設定され、ベース車グレードは G と G4 の2種類が設定される。ニスモ・ノートについては、日産ノートの項を参照。サブネームであるオーラは、 英語で、雰囲気、好奇の意。また、ドイツ語の、オーラには、複製されたものにない、オリジナルだけが持つ輝きという意味もある。この車が、見る人を引きつける唯一無二の輝きを放つ存在になるようにという思いも込められている。ありがとうございます。